アーユボワン雄星です。2024年4月7日、スリランカ中部の小さな町シギリアにやってきました。この町には大きな世界遺産シギリアロックがあるということで、今からそこに行きたいと思います。ジャングルの中に突如現れた大きな岩、ユネスコ世界遺産に登録されているシギリアロックです。シギリアの歴史はなんと5世紀まで遡ります。5世紀、シンハラ王国カッサパ一世が父親を殺害して王位につき、その復讐から身を守るために都をシギリアロックに移しました。それではもっと岩に近づいてみましょう。本当にすごいね、迫力が半端ない。それではここが入り口です。今から約1200段の階段を登っていきたいと思います。シギリアロックの中腹、王宮の入り口であるここはライオンテラスと呼ばれています。かつてここにはシンハラのシンボルであるライオンの巨大な像がありました。風化などの影響で現在はライオンの足だけ残っています。今から頂上にある王宮を目指したいと思います。シギリアロックの頂上に到着しました。この場所がまさにシンハラ王国の王宮があった場所です。カッサパ一世による王朝はわずか11年で弟によって敗退しました。弟によって都が移され、シギリアロックは仏教僧に引き渡されました。14世紀には仏教寺院も衰退、その後1875年にイギリス人によって発見されました。高さ約200メートルのシギリアロック、地上から水を汲み上げる設備があったそうです。そしてここには王様だけが入れるプールがあったということで、今からそこに行きたいと思います。それでは今から来た道1200段をまた下ります。シギリアロックの中腹、ライオンテラスの少し下にはこのようにミラーボールがあります。名前の通り鏡の壁、今は鏡のようには見えませんが、当時は様々な塗料が塗られ、鏡のようにこちら側の岩肌が映されていたそうです。麓に戻ってきました。このお店で今日はランチを食べようと思います。
腹ごしらえをしたということで、これからシギリアロックが見える山に登りましょう。シギリアロックから山へと続く道、緑のトンネルです。スリランカにもゾウがいるんですが、この辺りはゾウの生息地です。それではどんどん森の中に入っていきましょう。こちらはピドランガラロックです。頂上からシギリアロックが見える岩山です。そしてここには仏教寺院もあるということで、早速行きたいと思います。すごいな、ここ大きな岩がたくさん。この大きな岩の下にはレンガ造りの涅槃像があります。この辺りから本格的な登山ですね。岩がすごいな。みんなこの場所で苦戦してますね。ここを越えたらもう頂上です。そしてこの大きな岩、こことここで支えられてるだけ、すごいな。よし、やったー、頂上だ。結構きつかった。そして景色も最高。後ろにはシギリアロックが見えます。はい、ということで今回の動画ではスリランカ中部の町シギリアの様子をお伝えしました。後ろに見えているシギリアロック、そしてこの山、本当に美しいですね。この山の周りは深い森で囲まれているので本当にリラックスできます。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。